このミッションの相手は四天王のクロカンテだ。シンクのカラーリングの機体を操ることから火炎のクロカンテって異名があるんや。バトルトーナメントの時には四天王のリーダーだと名乗っていましたね。それ言うた後すぐ否定されてたから本間のところは分からんけど、クロカンテはめっちゃ紳士的な人格者で正々堂々とした勝負を好むことで知られとるんや。そういう意味じゃあの4人の中で一番リーダーっぽいかもしれんな。うん、騎士道精神の持ち主ということか。正面からの力勝負なら望むところだ。紳士面した男なんて信用できたもんじゃねえけどな。急に狼になっちまうかもしれねえぞ。真島君ってさ、ひょっとしてツッコミが欲しくてわざとボケてる？何のことやら。ま、あんな連中の一味なんだ。気を許すのは迂闊だぜ。いずれにしても高い実力を持っていることは確かだ。メンバー選出は君に任せる。君が適任だと思うものを選んでくれ。油断せず気を引き締めていこう。敵の連携を突き崩す。
君には簡単なミッションだったかな。パッケージから出現する機体は強い。気を抜くな。エースが相手か、望むところだ。よし、次に行こう。よくぞここまで来た。それでこそ四天王最強たる私の相手にふさわしい。さあ、ダメージを回復してやろう。貴様たちの全力を持ってかかってこい。敵ながらフェアな精神に敬意を表する。私も全力で戦うことを約束しよう。ふん、私を楽しませてくれ。ただでは済まさん。迂闊な。甘い。バカ。ただでは済まさん。バカ。私もよくよく運のない男だ。これもガンプラバトル。ただでは済まさん。バカ。
バカな、こんなことが。こしゃくな。お前ほどの実力とスピリッツを持った者がなぜカオスに組みしてしまったのか。バカが、その程度で俺に勝ったつもりか。我が奥の手を見せてやろう。恐怖に震えるがいい。レオジオングだと？ありなのかよ、そんな手が。大ありなんだな、これが。さあ、俺の真の力を解くと見るがいい。貴様らのガンプラ、燃やし尽くしてやる。迂闊な、出ろ。しかしこれもガンプラバトル。いい的だ。もらった。迂闊な、私は四天王最強の男なのだぞ。機体の性能の違いが戦力の決定的差ではないということだ。こんな結末、私は認めんぞ。よし。よし、これで要塞への進行が可能になったな。見事だ。君は本当に素晴らしいビルダーだ。